1962年4月当時の初期の概念図、左から右へ、サターン I、サターン V と伸ばし8ロケット中、どの機種にも一段追加されている。サターン I からは完全に省略され、最終的に、サターン IB とサターン V では、月着陸船のアダプターに置き換えられた。ノバロケットには2系統があり、一方はもともと NASA が、 サターン V と同様の目的のために設計を進めていた最初の重量物打ち上げロケットで、もう一方は後に火星有人探査を目的とするためサターン V よりもさらに大型化した。この2系統の設計は本質的に別物であるが、ノバは多くの場合、ロケットの使用を意味するのではなく、サターン V よりも大型のロケットを意味する。紛らわしいことに、 最終的なサターン V の設計は、初期のいくつかのノバの設計案よりも大きい。ノバのイラストでは、ノバ C8 がよく使われる。同様に歴史的な記録が明確ではないことによって、ノバ C8 の概念は検討された、サターン C-8 に近いとされ、エンジンと一段目の安定翼の配置が異なる。最初のノバの系列は、ナサ内で1959年に設計された。 この計画では複数の設計案が出され、最小の案では4機の F-1 エンジンが1段目に搭載され、上段には J-2 エンジンを搭載した。設計では24トンのペイロードをガツ軌道に投入する能力を有していた。これらの設計案は1959年1月27日にアイゼンハワー大統領へ提出された。 ノバの設計案は月探査だけのためではなかった。空軍のルネックス計画でも、下段を固体燃料、ロケットエンジン、上段に、液体水素燃料の J-2、または M-1 を搭載する案が出された。陸軍のレッドストーン交渉のフォン・ブラウンが、開発中だった、ジュノブイの設計は1段目にジュピターミサイルと、レッドストーンミサイルのエンジンとタンクを束ねて上段に、 タイタンミサイルを使用するものだった。1959年に陸軍はこれ以上大型ロケットの開発は行わないことを決定した。これによりフォンブラウンのチームは NASA へ移った。NASA では2機種の大型ロケットの設計があった。一つは独自に開発していたノバで、もう一つがフォンブラウンたちが持ち込んだジュノーから解明されたサターンだった。 NASA と空軍は2年以上にわたって調査を継続していたが、ケネディ大統領により10年以内に月へ有人着陸するために、NASA のアポロ計画が採用され、ルネックス計画は終了した。NASA が当初予定していたノバは月へ宇宙船全体が着陸して直接上昇するミッション形態だったので、単一の大型の宇宙船を軌道に投入する必要があった。フォン・ブラウンは 地球軌道へ打ち上げる重量を減らす必要があった。ミッションを開始するために必要な宇宙船の開発により、当初想定していたよりも大幅に重くなることが判明したので、ノバの設計は小さすぎ、サターンの原型の設計では、最大15回の打ち上げにより、軌道上で部品を組み合わせて燃料を入れる案だった。ノバでは、まだ直接上昇案を目標としており、 大規模な打ち上げ能力を要していた。最も強力で結果的に標準型となる設計案の8リットルでは8機の F-1 エンジンを下段に備えることにより68トンをつき繊維軌道へ投入する能力を有した。この系列の他の設計案では F-1 エンジンを大型の固体燃料ロケットに乾燥したり上段に 原子力ロケットを使用することにより48トンから75トンのペイロードをガツ軌道へ投入するとしていた。複数の増強型サターンも同様に検討されたが、フォン・ブラウンによる元のサターンの設計は A-1 型になり、A-2 はタイタンミサイルをジュピターに置き換えられた。最も強力な B-1 型ではタイタンを複数の束ねて2段目に使用したが、 その他は A-1 と似ているものだった。より過激な提案は新しいエンジンが必要とされる C シリーズの中にまとめられた。C-1 は A-1 と似ていたが、タイタンのエンジンの派生形を備えた新しい上段を採用した。C-2 は J-2 エンジンを搭載した。 C-3 から C-5 は同じ J-2 を使用したが、新しい一段目が加えられ、それぞれ3、4、5機の F-1 エンジンを使用した。フォン・ブラウンは当時 C-3 を2機使用する地球道動ンでブー案を指示した。1961年までに多くの案が議論されたが、結果は両チームが予期しないものだった。 直接上昇や地球軌道ランデビューに対して作業部会は第3の活軌道ランデビューを採択した。ローではサターン C-3 とノバ8リットルの中間程度の打ち上げ能力が必要とされた。低軌道へ約90トンの打ち上げ能力を持つ新しいロケットの開発ではサターン C-5 が適任だった。C-2 型は同様に試験システムとして製造され、 C-5 の準備が整うまでに打ち上げ、試験用として計画された。ノバよりもサターンが選ばれた要因は、サターン C-5 は、後に未就組み立て施設として知られる、ニューオーリンズ郊外の既存の設備で、建造可能なことだった。ノバロケットは、直径が大きいため、新しい製造設備を建設する必要があった。アポロ計画の継続により NASA の設計者たちは、 アポロ計画後の需要を探し始め、次に火星有人飛行に狙いを定めた。そのためには、サターン V でさえも小さすぎたので、低軌道へ最大で約450トンの打ち上げ能力を持つ第二系列のノバの設計を始めた。なさないで設計した原型のノバとは異なり、新しい設計はアポロ計画で受注できなかったすなわち、 ジェネラルダイナミクスやマーティン・マリエッタ等の主要な航空機製造会社が担当した。ダグラスエアクラフトのフィリップ・ボノも同様に彼自身の迷惑な提案を送ることを決めた。すべての企業が様々な使用書を提出した。それらの大半は既存の技術をもとにしており適切に拡大していた。例えば、マーティン社は 最小の設計で14機の F-1 エンジンを1段目に使用した1バイトで低軌道へ約300トンを投入する案でその規模はサターン V の3倍以上だった。しかしながら同時に提案された複数の先進的な設計では最新のしかし開発段階にあったエアロスパイクエンジン等を使用していた。提案が提出されてから間もなくアポロ計画後の 資金はかなり厳しくなることが明らかになりつつあった。NASA はノバ計画を1964年に止めた。名称のノバは1950年代から60年代にかけて30以上の提案、調査されたロケットに使用された。その名称が与えられた提案を以下に示す。ダグラス・ゼネラル・ダイナミックス・マーティン・マリエッタ・ NASA コンベア。ありがとうございます。